ガキ一人に何てこずっている！ママ、全てが終わったと思っていたのに、悪魔がまた蘇ろうとしてるわ。私が戦いの道を選ぶことを許してくれる。そしてもう一度あの人を目覚めさせることを。見守っていてください。心までシードに奪われて失ってなどいない偉大なる光之の世界につながったのだ。いらないわよそんなもの。愚かしいな人間、だがいずれにせよお前にそれを知る機会が訪れない。悪いけどもうこれ以上あなたに付き合ってる暇はないの。守りきったわ。あとはお願い。ビヨンドザ・グレイブ。シードが生んだ新たな犠牲者よ。こんなものを蘇らせまでして力を欲する者たちがまだいる。また悲しい思いをする人がたくさん出るわ。グレイブ、ごめんなさい。私にはありがとう。また力を貸してグレイブ。ビッグダディの名をこれ以上汚さないためにも。でもねグレイブ、私もう17になったのよ。ミカ、どうよグレーブの方は。起こせたわ。なんとかね。よっしゃ、じゃあお次は脱出船だ。ぼやぼやしてる暇ないぜ。さっき新手がそっちに向かった。接触まであと30秒。わかったわ。出口で落ち合いましょう。トレーラーを回しておいて。気をつけてな。ミカを頼んだぜグレーブの旦那。新しい仲間よ。後で紹介するわ。さあ行きましょう。
わ、グレイブ。これがあなたの力なのね。想像以上だ。スパイクよ、さっき言った新しい仲間。よろしく。見てグレイブ、あれが仲間の居場所を教えてくれるわ。シード狩りの始まりよ。どうよ旦那、新しい棺桶の使い勝手は。こんな子だけどね、スパイクはちょっとすごいのよ。このシードシーカー、実は彼が作ったの。こんな子ってさ、なんだよそれ、褒めてないじゃん。3年、もう3年が経ったわ、グレイブがミレニウムを滅ぼしたあの時から。特別自治都市ビリオンが崩壊した後、ミレニウムと共に強化麻薬シードは全て消え去ったはずだった。でも流れ始めたの、シードが。またここ1年ぐらいの間にね。スパイクに出会ったのはそれを調べている時。記憶も何もかもなくして、ただシードのアンプルを持って私の元を訪ねてきた。それから私たちずっとシードを追ってるの。でもさ、なんせ裏社会の話だろ、なかなか尻尾をつかませてもらえなくてね。それでこのシードシーカーの出番ってわけ。シード同士の共鳴反応を利用して敵の探知ができる優れもんだよ。見つけ出して叩く。力技の強硬策が出るからね。お願い、力を貸してグレイブ。千倍の量の札束に見えるぜ。おっすごいや、大反応大暴れ。みっしりとシードが詰まってるね。ありゃ、いい？グレイブ、今回の目標はあの取引の阻止。これ以上シードを蔓延させるわけにはいかない。何？難しく考えることはないぜ。真正面から突っ込んで引っ掛け回してりゃいい。混乱させながら上階を目指してくれ。取引が行われてるのは最上階のスイートルーム。旦那なら簡単な仕事だろ。気をつけてね、グレイブ。待って、中の様子が変よ。おいおいおい、なんだここは。随分と匂うじゃねえか、アルビー。養豚場に迷い込んだか。ジュージー、少しは口の利き方を覚えろよ。だからお前は、敵ばかり作っちまうんだ。ボロコートにギター、お前らが最近あちこちで暴れ回ってる二人組か。だったらどうだ。準備は万全か。今まで派手にやりすぎたらしい。派手なのはお前のなりの方だ。さてどうする、ジュージー。どうもしね、
正面から蹴散らすだけだ。かますぜ、アルビー。オッケー。やろう。やっつめ！あいにくだな。こっちはとっくの昔に死んだろさ。すっげえや。怪獣大進撃だぜ、まるで。グレイブ、気をつけて。別方向から正体不明の二人も侵入してるわ。グレイブ、そのルビーのターゲットを全て破壊して。そうしないと蜂の巣にされて、とてもホテルの奥には進めないぜ。Thank you.
ガングレイブ OB。 どうした、あのイカれた二人組仕留めたのか。新手の敵が、正面ロビーの兵隊が全滅です。一体どうなってやがる。今のミサイル、何を狙ってたのかしら。あの二人組の乱入者だって。派手にやってるみたいだよ。いい、グレイブ、床がところどころ抜けてるから、歩ける場所を探しながら進んでみて。
しやがって。殺してる。ロクチェンジで敵の武装を狙って敵の攻撃を封じるのよ。なバケモン、てめえが親玉か。せもらった。ユージ、ダメだ。レディを撃てば俺がお前を倒し。待て、感じる。この銃の質、そして一切気配のないこの顔。グレイブ、銃を下ろして。グレイブ、そうだったかよ。って生きていやがったか。我ながらバカなことを言ったな。もともと俺たちは知り合い。なんだお前、知り合いか。ああ、有名人さ。一体いつ棺桶から這い出してきやがったんだ。え？ビヨンドザグレイブ。俺はビリー、ロケットビリーレッドキャデラックだ。わけあって幽霊やってる。こっちはカバネ十字、そっちの旦那と一緒で訳あって死人だ。くちゃくちゃ喋ってんじゃねえアルビー。真っ深く考えないで。よろしくな、レディー&ボーイ。ギターに憑依した幽霊に盲目の死人兵。賑やかだね、まったく。
こりゃ分かりやすいや。俺たちは目的を同じくするようだ。よかったら一緒に行ってもいいかい？俺は反対だ。なんでだよ、十字。ままごとじゃねえんだぞ、アルビー。こっちはバラすかバラされるかの世界。乳臭いガキどもとつるんで何の得がある。ピリピリすんなよ。旅は道連れってさ、言うでしょ。それだけじゃねえ。こっちのガキ、さっきからムカつく匂いがするんでな。なんだ？この人、大人のくせにまともな口も聞けないの？んだろ、こら！おい、待てよ、十字。スパイクも、もうちょっと言い方ってもんがあるでしょ？ちょっと失礼。どこが臭いんだ？失礼だぞ、お前。聖書だ。ムカつくもんはムカつくんだ。しょうがねえ野郎だな。気にしないでくれ、スパイク。いいっすよ。なんかこの人、ずっとこんな感じみたいだし。んだら、こら。その前に下ろすぞ、クソガキ。まあ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 。待て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 。離す、こら、ペラ幽霊。ま、とにかく、よろしく頼むわ、諸君。